産業革命による時代の変化は人々の価値観をも大きく変化させた。それは精神文化の衰退を意味していた。1783年、ラキ火山の噴火によりヨーロッパ全土が暗闇に覆われていたその時、闇に紛れるかのようにイギリスの一部の都市で大量の悪魔が溢れ出したのである。それは止める者の心変わりにより既得権益を失うことを恐れた錬金術師たちによる暴走だった。彼らは自らの秘術で作り出した悪魔の力と同調する結晶を移植した人間シャードリンカーを生贄としてこの世に大量の悪魔を召喚させた。人々を巻き添えにしたその動乱は教会の力によって鎮められたが、支払った代償はあまりにも大きすぎた。一方、全て死んだと思われていたシャードリンカーであったが、悪魔召喚の儀式の中で唯一奇跡的に生き残った青年ジーベル。儀式の直前に謎の眠りに落ち儀式を免れた少女ミリア。この2名だけがかろうじて悲劇を逃れていたのである。それから10年の月日が流れ、人々が全てを忘れ去った頃、また再び悪魔が城と共に現れる。時を同じくして眠りから目覚めたミリアム、その血塗られた儀式がジーベルの仕業と知った彼女は、錬金術師ヨハネスと共にその呪われた城へと赴く。運命を乗せた船はその時をただ待つのみであった。ねえヨハネス、本当にジーベルが悪魔を？それは間違いないミリアム。やっぱり信じられない。だって私が今生きているのはジーベルのおかげなのよ。君の信じたい気持ちもわかる。だけど確かな情報なんだ。そして10年前の事件、彼を変えるには十分すぎた。本当にすまない。僕の仲間たちが君たちにしたこと、許されることじゃないんだ。あなたが謝る必要はないわ。ヨハネスはいつも私たちを守ってくれてたもの。だけどそんな昔のことより今やるべきことを考えるべきだわ。本当にジーベルの仕業なら私が止めなくちゃいけない。それが彼との約束だから。本来なら親友だった僕が。シャードの実験のためにたくさん戦闘訓練も積んでるし、私のやれることをやるだけよ。ところでどうして私は10年も眠っていたの？それが僕にもわからないんだ。わかっているのは時間を止めるような特別な術式の魔法だったこと、それと力の減衰を観測することでちょうど10年で目覚めるだろうと予測できたことぐらいだ。そう。そろそろ目的地に着きそうだ。準備をしておいた方がいいな。そこの箱に必要な装備を入れておいた。まずはそれを取って装備するんだ。
装備できたようだね。それじゃあ次は。ここは私に任せて。今のはシャードか。久しぶりの感覚だけど、悪魔の力を得るのは気分が良くないわね。君の体に埋め込まれている結晶、それはシャードと呼ばれる悪魔の力が個体化したものと同調する。その力は強大だけど、少しずつ生身の体を侵食していくんだ。でも今はヨハネスが発見した術式で侵食は止まってるはずよね。確かにそうだけど、外部からシャードを大量に取り入れて大丈夫という保証は。だとしても今の私にはこの力が必要だわ。それに自分の体のことは自分が一番わかってるつもり。それにピンチの時はいつもヨハネスが助けてくれるじゃない。頼りにしてるわ。都合のいい頼り方だ。でも信頼されているからには期待に応えないといけないな。ただ無理だけはしないでくれ。あこんなところにも悪魔が。城からの悪魔が大量に侵入してるのか。いい準備運動ね。ちょっと船の掃除をしてくるわ。